感覚が慣れてないんだよね、まだね。大体場所わかる？その行っちゃいけない範囲とかも。まだまだ。さっきのリバリックどこ行った？あれやない。難しそうだね、操作。ヘギングね。ドラグにはちょっと締めすぎだね。先にさ、うん、深さやるのうん、あ、投げていい？ああ、それね。映画の上手みたいにブワーンってサメが出てきたらどうする？ケツ痛えな。そう、だから俺ゲルクッション持ってくるの忘れた。2つあったから。こういうのも着て学ぶみたいな感じだな。あそこ追われてるのあれ違うか。お、今なんか当たったぞ。根がかりかな。うん、グングングンってなったんだけど。マジで？うん。しまった、変な風に合わせちゃった。お、来た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 。うん。お、来た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 。やった。ちょっと待って。よ、来た来た。よいしょ、来た。うわ、いた。来たぜ、イカ。おえー、来た。それも結構でけえ。これどうすればいいかな。閉めた方がいいよ。うん、閉めるやつ持ってる？あ、持ってない。おーい、イカでかっ、ね、やっぱりあれ当たりだったんや。これすぐ取れるよね。出たぞ、なんか今。あ？今あれしたよ。俺が投げたそのこっち側で出たんだけど、今なんか。うん、ボフーンとか言って。ボラなのかわからんけど、でボラだったらボラジャンプで見えるじゃん。それだけでなんか食う感じの。マジ？うん。あ、マジケツいってんだけど。だいぶ下だよ。
うん、おー、引く。おー、引く。おっしゃ。だいぶ下に落とさなかん。よいしょ。うん、よっしゃ、2匹目やっと来たね。だいぶ落とさなかん。うん、俺今さ変な釣り方したんだよ。これを落としとる間にケツが痛いからって立ってやって、そのまま落としとったの。そしたら食ってきとった。そう、だいぶ引いた。よっしゃー、一応坊主回避になったね。お互い釣れた時のように、ノンアルコールビール買ったの。マジで。ボートの初。うん。でも買ってた。はい、ノンアルコールビール。よいしょ。カッパ。はい、お疲れ。あ、久しぶりだわこの味。本当何ヶ月ぶりだろうっていう。今年は初イカだろうね。うん。あ、そうや。そうそうそう。おお、来た。お、これも大きいぞ。うん。ああ。大きくはないな。よっしゃー、来たー。気持ちいい、楽しいね。エギング。滑るからな。そう、フグ先と違って修行じゃないかな。うん、フグ先あの時まだ夏のように暑い、夏のように暑かったしさ。よし、軍艦グリーン釣れるな、ほんと張り付いた。グランドのチェリーもめっちゃ釣れるって言ってたよ。嘘。いってててててて、いいなーい。噛まれてるやん。あー、いった。どら、いってめっちゃくちゃいってーよ。歯型これ、もうなんか、なんだろう、丸い口みたいな感じ、こうやってくる。めっちゃ痛っ。すごい勢いで持てたような気がする。おー、目の前じゃん。で、いやー、もう最悪。もうもう足。もう。うん。このイカもいいサイズや。でも。
手前こっちだよ。だいぶあの、うん、今投げたところとからうちらのところの真ん中らへんだよね。あ、今すごい来たよね、やっぱ来た。うん、来た来た、よかった、やっと5匹やん。あ、 2.5 に変えたら一発だったわ。綺麗、やめろや。あー、ちっちゃ。あ、やっぱ 2.5 来るね。めっちゃ見える、めっちゃ入ってる。あ、今来たのに真下に、あ、おるやん、そこイカ、そこそこそこ、2杯、おるおるおる。だから、うん、パンチしてきたんだ。あ、来た。うん、バレた？バレた？危なかった。うん、あれ、うん、やっと来た。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。最後の謝罪動画ですけども、ちゃんと喋って閉めたつもりでいたんですけど、冷房の音をもくそ拾っていて何喋っているかわからない状況なので、今アフレコしております。まあ今回は2馬力ボートということで沖にね出れなかったんですけども、行ける範囲で楽しみました。エギングをたくさんやりました。本当は平ら場とか、まあ、サビキもちょこっとやったんですけど、やっぱり魚探がないのでちゃんと魚を追うことがあんまりできなくてですね、まあ、エギングだったら岸に寄っているということなので、まあボートから打ってみてたくさん釣りました。とても楽しかったですね。で今回はちょっと雨に打たれてずぶ濡れになったっていうのがちょっと余計でしたけど、まあそれ以外はね楽しくやれたので、うん、よかったんじゃないかなと思います。あとお尻がめちゃくちゃ痛くてね、大変でした。もう開始早々でも痛えなって言ってたぐらいなんで、次はもうゲルクッションを持っていこうと思います。はい、ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。